こんにちは。口が閉まらないです。ビットコインが9月5日夕方18時から下落が開始、9月6日の朝9時までの約15時間の間に13万円下落しました。BTC 価格82万円から69万円の下落なので、16% 弱もの下落になります。16% は一見ものすごいボラティリティに感じますが、ビットコイン相場や仮想通貨相場にとっては、まあこの値動きは決して珍しいものではないので、仮想通貨が終わったと考えるのは時期尚早でしょう。チャートを確認してみましょう。BTC 価格は、8月14日に底を打った後、上昇トレンドへ転換し、じわじわと価格を上げて、3週間。9月5日から下落開始、9月9日には、上げ始める元の水準くらいまで価格が戻りました。ニュースでは8月中旬あたりに上昇トレンド入りしたみたいな可能性、ことを相場分析者が言っていたにもかかわらず大幅下落が発生。このチャートを見て思うのは、なんか価格操作されてないだと思います。一気に下げまくりみたいな。仮想通貨市場の時価総額はまだまだ小さいので、大口による価格操作はやりたい放題だと言われています。そこで、大口の投資戦略について解説しようと思います。大口とは莫大の資産を持って相場に参入するグループのことを言います。莫大な資産を持っているので、大量に買うことで価格を上げたり、一気に大量の売りを入れることで価格を下げるという、いわゆる価格操作というものが可能です。一方、我々のような一般投資家は価格操作ができるほどの資産を持ち合わせていないので、エントリーするタイミングを測りながら相場の動きに一喜一憂するという毎日を送っています。大口投資家は個人投資家にしてほしいことがあります。それは損切りしてほしいです。相場は循環するという考えのもとでは、投資の世界では誰かの損切りは誰かの利益になっています。損切りさせるために大口は何を仕掛けてくるのか、図解でいきましょうか。大口はまず下落トレンド中に大量に、買い始めます。大口買い。この時、一つの取引所で買うのではなくて、取引所を分散してできるだけ価格が急騰しないように買い漁ります。満足いくくらい買い終わったら、ある程度買い支えを行いながら価格を上げていきます。緩やかに上昇させます。次に、ポジティブニュースが流れて個人投資家が買い始めます。まあ、今回で言えば BTC のトレンドが転換した可能性があるという専門家のニュースが流れたとか、そういったことです。で、価格が上がっていきます。そして価格が上がってきたところで、大口は一斉に大量の売りを行います。そして利益を確定すると。と同時にネガティブなニュースも流します。ここがポジティブ。ここがネガティブ。ニュース。今回で言えばゴールドマンサックスが仮想通貨やめたみたいなニュースが流れてました。大量の売りによる下落とネガティブニュースによって個人化の投資家のロスカットや投げ売りが発生し、大口の売りによる価格下落以上に価格が下がります。そして下で大口がまた買い始めます。この上げ下げを繰り返すことで、まあ、上げ下げを意図的に繰り返して個人投資家に高値で買わせて損切りをさせることで大口の資産がどんどん膨らんでいくという戦略です。ってことは、大口はこのやり方を続けていれば永久に資産を増やせるのかというと、実はそうではない、ありません。
なぜなら、これを繰り返していくと市場に参入する個人投資家が次第に減っていって、まあ、つまり資産をくれる養分がいなくなる。大口にとっても養分がいなくなるのは困るので、参加者を増やすためにいずれ大口による売り仕掛けが収まり、しばらくの間 BTC 価格を上げてくると考えられます。まあ、これがいつ来るかっていうのはまあ明確にはわからないんですが、必ず上げてくると考えられます。まあ、話が長くなってきたので、まあ、この戦略の対抗手段などの話については機会があれば話そうと思います。以上、ビットコインの下落からわかる大口の投資戦略の解説でした。それではまたお会いしましょう。